今日は、こちらね、私が小学校の時使ってた、書き留め用の筆です。私埼玉出身なので、あんまり大きいわけじゃないんですけど、普通の筆よりは少し、ね、大きめの筆になってますけど、こちらはね、ずっと取っておいたんですけど、ちょっとこの機会にリメイクしようと思います。で、こちらを今日はハサミで切っていきたいと思います。せっかく切るんでね、動画に撮っとこうかなと思って、はい、ちょっと拡大がたいので、それをこうスパンとしたような感じの、ね、ものにしたいと思います。今日では切っていきます。髪の毛とかと一緒で、一気に切るのは難しいので、でまた綺麗にスパンっていかなくてもまた面白いので、この辺とかをちょっとね、フォーム短くしたいんですよ。こういう感じで切ったらいいかな。私もそんなに筆を切ったことなんてそんなにないんですけど、髪の毛みたいですね。面白い。角度変えながらいくといいかもしれない。傾斜がついてても面白いですね。どんな感じだろう。あ、いいかな。こうでもいいかもしれないね。こういう感じ。平たく塗りやすくするためにいいかもしれませんね。うん、これでいってみようかな。さ、こんな感じのものにしてみました。適当にやっただけなんですけど、ちょっとねこれで描いてみる。こちらは銅の色の墨です。これですね。銅の墨汁っていうのがあるんですけど、これ、金とか銀もあります。ね、今日はこちらのオレンジ色なので、銅でやってみようかなと思ってこちらです。こちらね筆です。こういう感じになって。だったらいいかな。この辺も汚れてるからこう銀が綺麗ですかねと思ったんだけど、ちょっと金曲がってるけど、それでも結構綺麗かもしれない。ちょっとこれに散らしてみましょう。散らしてみると面白いかもしれない。こういうわけでも使えるかもね。ちょっとね、ここに汚れがあったんですよ。それでちょっとそこで利用してやってた。これもなんか、額に入れてるみたいですね。もうすでにこれは額の中に入れるマットなんですけど、これなんかもう額っぽいのにアンティークみたいな。これもね、ナノジェルみたいな感じなんですけど、それにスプラッシュシュシュってやって周りも少し金が散らってみました。私的には結構これが好きです。レベルっぽい。でも上上下だけにしてみたんですけど、やっぱ黒と金の組み合わせはかっこいいですね。汚れが黄色っぽかったのでこれ見たんだけど、本当は銀の方が綺麗だったかなと思いながら、あともうちょっとこれをここに汚れがあったので、それを隠すようにこういう風にやってみました。これもちょっと鳥のように見えますね。この辺、文章こっち